ちゃんみたい。確かに。生まれました。生まれました。時産みました。お名前なんて言うんですか。あ、お名前は時雄です。時雄がこんなに大きくなりました。どうしよう。私は、はい、中吉でーす。48。時が来て思うことが少しずつでき、幸せは目の前にやってきます。おお、いいじゃない。いいですね。そうだよね、卒業の際にね、もらって。香ってきますよね、エビの香り。うん、すごい。観光的です。いや、ありがとうございます。何が入ってるんだろう。めっちゃ金。開くかな。開いた。なんか。お、え？ゴールドカプセルをやったら、なんと装填が出てきます。今から砂金取っていきたいと思います。頑張ります。やります。せーの。取れるかな。今もう落としちゃってます。すごい。表面を流すのすごい。もう腕がプルプルしてきた。最後の方はどんどん傾けるで、その今ここまで。これです。で、ありました。指を乾かしてから渡る。わかりますか。めっちゃある。こう、初めての方でここまで黒い砂が残る方、そんなにいらしない。え、ちょ、うまい。めっちゃうまい。すごい、ありますこの道。すごい、全然残ってるもん。卒業後の進路は、砂金を取ることです。砂金ゲットしました。イエーイ。これ振るとちゃんと音鳴ります。カラカラな。マリちゃんの方が鳴るかも。音鳴ります。めっちゃ楽しかったです。楽しかった。湯気見えないから、湯気。めっちゃ美味しい。美味しい。食べたてのコロッケってシンプルなのがまたいいよね。いいよね。ありがとうございます。すごい、ジャガイモホクホクで。揚げたてなんていつぶりだろう。